悔しくてしゃあない浩司です。ここみんなで盛り上げてくれたミートバーから報告があります。ここで頑張ってくれた、中学生からねずっと仲間で一緒にやってきた脇山店長なんですが、いろいろあり店長が変わることになりました。一旦お別れですね。みんなに支えてもらって、チームワンのミートバーの応援ももちろんやけど脇山の応援もねしてくれて本当にありがたく思ってます。自分はすごい悔しいですけど、そうですね、みんなにこう応援してもらったのはその脇山とね一旦お別れすることになったのはすごく悔しくて、皆さんにね応援してくれた皆さんに申し訳なく思っております。すいませんでした。でも男はね裏切るより裏切られた方がよっぽどいいんで、俺はどうなのか一生仲間やと思ってるんでね、また詳細を細かくねみんなに伝える時期が来ればまたこのことは口を開こうと思ってるんですけど、何度も言いますが俺は一生仲間やと思ってるんで、まあとりあえず悔しいです。でここからまた明るいというか前向きな報告なんですけど、なんとここの店長変わるというかね、みさとちゃんといよちゃんっていうね、みさとちゃんはみさとはねずっとこのミートバーができた時10月オープンした時からずっとこう手伝ってくれて、ほんまに支えてくれてる女の子で、まあ、別品なんだけどその子がまた頑張ってくれるということで、でいいよっていう子はねすごいいい子で、自分がプライベートでもね仲良くて、ピンクでクラブの日本一大きいって言われるめちゃくちゃ俺楽しいクラブやねんけど、そこにも俺はよく遊びに行ってて、仲良くしてた子やねんけど、その子がなんとこういうね今ピンチな時期やから手伝ってくれるということで、いいよも一緒に入ってくれてみんなで盛り上げてくれるということなんで、新生ミートバーをみんなで応援してくれたら嬉しいなと思っております。でね、4月9日もなイベント決まってて、それもいろいろあってちょっと延期になっちゃったんやけど、まあそれはねまた5月のどこかでやりたいと思ってるんで、みんな来てもらえたら嬉しいです。いろいろある時期やけど俺はちょっと前を向いて、まあこの店だけじゃなくてね格闘技も、前を向いて手伝って頑張っていくのが俺やと思ってるんで、みんなと一緒にワイワイやって楽しんでいけたらなと思っております。いろいろある時期やけどみんなで頑張りましょうということで、泣きそうや。楽しいことだったけど、俺は一生ね脇山も含めみんなこうねこうチームワンスター最高のファミリーだと思ってて、みんなで一緒になり上がろうと思ってるのは変わりないんで、どうなろうか俺は頑張っていきます。まだまだいろんな店もボンボン出していこうと思ってるんで、みんな今年はやりますよ工事はということで、ミサとイオがちょっとまさかの前の伝説ミスやろ一緒に撮ろうって言ってたのに、ちょっとね伝説ミスでいないというまさかの、すいませんでした。俺がねちょっと忙しいってしゃあないから、どんなにこっち行ったりこっち行ったりしてるからさ、ちょっと時間があんまりなくて自分一人で撮んねんけど、ではイオちゃんどうぞ。ミサちゃんコージチャンネルをご覧の皆様、いつもミートバーに足を運んでくださってる皆様、いつもいつもありがとうございます。ありがとうございます。イオです。ミサトです。先ほどコージさんからもあったようにこのような件があって、気持ちを新たに、この2人が先頭に立って、さらに盛り上げていけるように頑張ってまいります。大阪ミナミによく来られる方はもちろん、他府県から大阪に来た際は気軽に立ち寄ってください。浩司さんもファンの方たちを大切にしてらっしゃるので、
ファンミーティングをはじめいろんなイベントを企画していきますので楽しみにしていてください。私も初めましての人とかがほとんどなんですけど、ミートバーを盛り上げていけるように来てくださった人がなんか楽しかった、なんか来てよかったって思ってもらえるようなお店にしていきたいので、またどうぞよろしくお願いします。ミートバー、チームワン、スタッフ一同、皆様のご来店お待ちしております。よろしくお願いします。